痩せるために低カロリーばかりを気にしていませんか？実は低カロリーばかりにこだわるとリバウンドします。そこでこの動画ご覧いただきますと、実はカロリーよりもダイエットを成功させるための大事なポイントがわかります。そしてあなたは健康的で綺麗に痩せることができるんですよ。では早速本題に入ってまいりましょう。ポイントです。リバウンドです。これはですね、低カロリーのものばかり食べてしまうと実はリバウンドしてしまうからなんですよね。ではその理由について詳しくお�伝えしていきます。1つ目、栄養不足。低カロリーのものばかり食べてしまうと栄養不足になるんですね。そうすると脳が大変だって指令を出すわけです。もっと食べなくちゃってなるんですよ。なのであなたの食欲が増してしまうわけなんですね。そして結果食べ過ぎてしまってリバウンドしてしまうということになりやすいわけなんです。でもう一つは、先ほどお伝えしたその食欲、増進と書きましたが、その時にですね、こう手っ取り早くカロリーを取ろうと思って脳がですね、もう太りやすい食べ物を欲しがるんですね。もうズバリ炭水化物のようなこう糖質です。手っ取り早くエネルギーに変わるものが欲しくなってしまう。でそこがまたその腸内環境を悪くする、悪玉菌イコールデブ菌が好む餌がですね、あなたは欲しくなってしまうんですね。ではじゃあどうすればよいのか、その具体的な解決策、事例をお伝えしていきます。こちら腸内環境です。あなたの腸内環境がお悪いままだと、こういくら食事制限を頑張ったとしても、工夫したとしても、きつい運動を頑張ったとしても、絶対に長期的に痩せることができないんですね。それはそもそも体質がその太る体質にこうなってしまっている。ですから痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増える食べ物、発酵食品を食べていただき、でまたその善玉菌が好むもの、水溶性食物繊維を食べ、こういったものをですね、こうバランスよくとっていただくことがもう大前提で、またその、低カロリーと言われる、お野菜ばっかりとかこんにゃくばっかりとか、そういったものを食べてしまうと栄養不足になってしまうわけですから、あなたの食欲がこう増してしまう。で逆に食欲を抑える効果がある栄養素は何かというと、タンパク質なんですね。良質のタンパク質やはりしっかり取らないといけない。筋肉の材料にもなりますから、やはり代謝も上げないといけないわけです。でそこでやはりその脳の材料であるこう脂質、良質のやっぱり油もですね、とっても大事なんですね。ですから結局のところこうバランスの良い食事が一番いいわけです。そういったことを取り組まれたら、あなたは痩せ体質になれるわけなんですね。しかも健康でです。では今回の動画のまとめです。低カロリーのものだけ食べない。なぜかというと栄養不足になってしまって、結果食欲が増してリバウンドしてしまうからなんです。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルはこのような様々な腸活方法であったり健康方法をお伝えすることで、女性が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ですのでぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただいて、どんどんご参加ください。私今もとっても励みになっておりますし、嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。